おはようございますランチャンネルですこちらのチャンネルでは音響照明映像機材などを取り掛けていますこの動画が役に立ったなと思ったらぜひチャンネル登録や高評価もよろしくお願いしますさて音響現場の7つ道具についてお話をしてきたんですけれども今回は第7話ということで今回で最終章となります前回までの動画をまだご覧になっていない方は ぜひです、ね、そちらの方もご覧ください一応概要欄の方に、えー、リンクも全部貼ってます今回は、えー、音をモニターするものについてお話ししていこうと思いますそれは、えー、ヘッドホンです、まあ、やっぱり音響さんというとあのミキサーの前でですねヘッドホンをつけたりしながらいろいろこうやっているようなイメージがあると思いますので「えーまあ、七つ道具」シリーズの、えー、大取りにしてみました。 まずはですね、えー、もう若干見切れてるんですけども、えー、まあ私がえ何を使っているかっていうのをご紹介してで実際にどういう場面でどんな感じで使っているのかっていうのもお話ししてあと最後に、えー、まあ以前ですねヘッドホンをいくつか3つぐらいですね聴き比べした時の動画がえありましたのでそちらもご紹介しようかなと思ってますので是非、えー、最後までご覧いただければなと思います。 さて、まずです、ね、私が何を使っているかと言いますとこちらゼンハイザーの HD25 という分なんですけれどもこちらは発売されて25年以上経つロングセラーのモデルとなっていてこれ結構有名なものだと思いますのでおそらくです、ね、知っている方も多いんじゃないかなと思います。 今回です、ねまあ、これについての細かい仕様の説明はあの特にしないんですけれども、えー、と例えばコードが出ている方が右側になっていて左側こちら側がこうですね、えー、可動式になっていて。 まあこんな感じでその L 側をまあ跳ね上げることができるようになってますのでえまあ音響さんはまあもちろんなんですけれどもえまあ例えばその DJ の方まあ片耳でえヘッドホンを聞くような感じのえ DJ の方だったりとかあとまあそのテレビとか映画の,そのロケで,ですねそういう現場でもえ使われたりするようなまあその業務用としてもえ幅広く使われているものになります。 こちら価格は、えー、大体ですね1万8,000から2万円くらいですかね、えー、で、えー、販売されていてその、まあ、業務用として考えると、えーまあ、そんなに高いものではないのかなと思ってます、えーまあ、なぜですねあのこちらにしたかということなんですけれども、えーまあ、モニター用の,そのヘッドホンとして、えーまあ、有名なものとしてですね、まあ、これ超有名なんですけれどもソニーの MDR の CD900ST っていうのか あるんですけれども、えー、まあ最終的にはです、ね、やっぱりこれとそのソニーの 900ST と2択で迷ったんですけれども最終的にはこの HD25 の方を選びました。それの最大のポイントっていうのはコネクタがですねこちら、まあ、標準フォンなんですけれどもこれを外せばミニステになってます。これがですね最終的な決め手となりました。 ミニ捨てである理由っていうのがですね、まあ、やっぱりそのパソコンとかあとカメラビデオカメラとかですねそういったものに直接ミニ捨てでさせるっていうのがやっぱり一番のポイントなんですけれども 900ST に関しても例えばその先端のコネクターを自分でミニ捨てにこの付け替えたりするそういう改造をされる方もいらっしゃって、まあ、そうすればいいかなとも思ったんですけれども。 YouTube で、えー、編集するときにそのパソコンに挿したりとかあと撮影で、えー、この音のチェックをするときに使いたいっていうのがあったので、まあ、コネクタが最初からですねミニステであるこちらの HD25 を選びましたあと単純にあのゼンハイザーが好きっていうのも、えー、あるんですけれども、えー、これあのパーツがですね結構細かく、えー、販売されてまして例えばここの部分ですね、えー、このヘッドホンの付け根のこの部分も こうやってすぐ外すことができるようになってましてあとこの線をですねあの外せばですね簡単に交換ができるようになってます。まあ、あえて言うならですねこのコードの長さがたいこれ 120cm ぐらいだと思うんですけども、まあ、これがもうちょっと長かったらよかったなというところですかね。あとちなみにゼンハイザーの,その75周年記念のモデルということで。 このイヤーパッドの部分があの黄色いモデルっていうのも限定発売されていたんですけども、えー、まあ本当はちょっとそっちが欲しかったんですけども、えー、まあ買おうと思った時には残念ながら、えー、在庫切れでえ買えませんでした、まあ、ただですね、まあ、純正品ではないんですけどもサードパーティー製のもので黄色いイヤーパッドとか青だったりとか赤とかこことかもいろんな色の ものが売ってたりするのでこれは簡単に両面テープでピッと外せば付け替えられるようになってたりとか、まあ、結構いろんなパーツが出てきてたりしますので、まあ、もし今使っているこれがですね悪くなったらちょっと変えてみようかなと思ってます。 ででは実際にですね、ヘッドホンをどんな用途で使っているのかどういう場面で使っているのかというのをですねあくまでこれ私の場合なんですけどもそここ辺をお話していいうと思います。一般的な音響の現場で考えるとですねその回線チェックで正しくマイクが接続されているかというのを PFL スイッチを使って検証したりとかあとはそのどっかノイズが出てきた時にどの回線かノイズのっているのかというのを調べたりとか あとワイヤレスマイクの電池入れ替えたりしてまたスイッチ入れてっていう時にちゃんと音が来ているのかっていうのを PFL で検証したりとかあとモニターのバランスがですねどんな感じかっていうのをオグジュアリーのマスターの Q のスイッチを押して聞いたりとかそんな感じで使うことが多いかなと思います。今ののはそのミキサーにつないで、 使うパターンなんですけどもまあその他例えば CD プレーヤーにつないで音源を聞いたりとかっていうのもあるかなと思います。ということで実際にヘッドホーンを使う場面っていうのは音質を確認するっていうことよりも。 えー、例えばノイズだったりとかあと音がちゃんと来てるかとか、えー、そういった確認で使うことが多いので、まあ、ヘッドホンを選ぶ時の、えー、大事なポイントっていうのは密閉型で、えー、しっかりとです、ね、自分の耳にこうフィットして、えー、大音量の中でもしっかりと音が、えー、聞けるっていうのが大事なポイントかなと思います。まあ、ちなみに、えー、ステージの,そのモニターマンっていう、えーまあ、モニターの、えー、ミックスだけをするモニターマンっていう方がいるんですけども。 えまあそういった人たちはまあアーティストとその同じ環境でえやっぱりモニターをする必要があるので,えそうですね昔だと転がしのスピーカーもえーまあアーティストがえ使っているのとま全く同じものをえ自分の横に置いて聴いたりとかえしてたんですけどもえ最近の,そのイヤモニが流行ってきた時っていうのはま同じようにやっぱりえイヤモニを使ってえモニターをすることが多くなってきたんじゃないかなと思います。 あと余談なんですけどもビッグののギタリストの、えー、ポール・ギルバートさんですねポール・ギルギバートはそのコンサートの時に、えー、演奏の,そのモニター用で、えー、ずっとヘッドホンをつけてるんですけども、えーまあ、そのモニターってそのどうやって作ってるのかなっていうのもちょっと疑問に思ったりします。あとご本人もですねあのヘッドホンをずっとつけてるんで、まあ、きつくないのかなとかってちょっとこう見ながら思ったりすることもあります。 それではではすね、えーまあ、ちょっと前になるんですけどもいろいろお世話になっている森に未来ホールさんですね、えー、に併設されているレコーディングスタジオがあるんですけどもそちらの、えー、ベルキーレコーディングスタジオさんでですね、まあ、ヘッドホンの聴き比べをさせていただきましたので、えー、その時の動画っていうのを少しご覧いただこうと思います。 この日はですねちょっと制作していた映像のナレーションのりで伺ったんですけれどもナレーションのマイクっていうのはノイマンの U87 を使わせていただいてあとそのゼンハイザーの h d d 2 5とあとソニーの MDR-CD900ST そしてその時初めてちょっと知ったんですけれどもフォノンっていうメーカーのそして3種類の音を聴き比べてみました。 でまあそのまあ、一応聞いた感想も、えー、ボソボソと言ってるんですけども、まあ、なんとなくその場の、えー、ノリで、えー、ちょっと取ってしまったので、まあ、ちょっとゆるゆるな感じになってますけども、えーまあ、少しの間どうぞご覧ください今レコーディングルームの中に入ってみました、はいえー、と使ってるマイクは n o y m a n n u 8 7ですねこれ超いいマイクですねこれでポップガードが で,でこんな感じでしゃべってますで、えー、部屋の中からはオペレーターだったりディレクターの姿が見えるようになってます、はい、で、えー、こちらがモニターの えっと、ヘッドホンが、ソニーの MDR ですね。こちらとなってます。今これ、ゼンハイザーのエジ d 2 5ですけども。あは、うん。そうですね。まあ、割と、聞こえ方が、えっ、ー、と、ローがちょっと強調された感じでは。 ありますねでソニーの MDR はいははははい。はっはっは,、はい、は,っは,っはうんそうですねまあ結構中高域がはっきり聞こえるような感じのやつかな で、今回、えっ、ー、と、スタジオの方から紹介されたこ、この、ノっていう、ヘッドホン。はい。はっはっは。へっへへへ。あは,は。なるほど。これは結構、えっ、ー、と、かなりフラットな聞こえた方で、うん。えっ、ー、と、 レコーディングのとかのマスタリングで使うようなやつでしたっけあこのああ、なるほど。はい。あは,はうん。 うん,う,んうん、ああなるほど使い分けて、なるほどミックスされるということですね。はい、勉強になりました。まあいかがだったでしょうか。一、えー、個ずつこうやってですね、あの聞くとですね、よくわかんないんですけども三つあって、それをまあ同時にこう聞き比べていくと周り、えーまあ、というその音の違いっていうのが、えー、よくわかったので、えー、まあちょっと、えー、いい経験だったなと思います。 まあ動画の中でも話したんですけれども、えー、HD25 に関しては、ちょっとえ低音がなんか強調されているっていう感はあるんですけれども、えー、まあそれでも全体の音っていうのはすっきりクリアに聞こえているので、えー、まあこれはこれでえちゃんといいかなと思いますし、えー、ソニーの9 0 0 s t に関しては、 さっき言ってたように、えーまあ、ちょっと中高域が結構、えー、強調されているようなそんな感じではあるんですけども、まあ、聞いた感じですね、えー、何もしてない何も加工されてない音ってこんな感じなんだろうなっていう、えー、そんな感じの音になってました。でもう一個、えー、聞いた、えーまあ、スタジオで使われているフォノンっていうメーカーのヘッドホンなんですけどもこちらもですね、えー、なんていうかこう聞きやすい平均的な音っていう風なイメージがありました。 まあレコーディングとあの PA のヘッドホンではまたちょっと用途が違うのでえそういう選び方も変わってくると思うんですけどもまあまず密閉型であることはえ共通していてあとレコーディングスタジオの場合はえ原音にその忠実な感じだったりとかあと周波数特性が広いまあそういったことが条件になってくるかなと思います。レコーディングっていうのはこのは繊細なな作業になってきますので そういった時にその細かい部分がしっかりと聞こえるっていうのがとても大事なポイントになるかなと思います。さて今回のヘッドホンの回でですね一応音響現場の7つ道具シリーズとしては一旦締めとなるんですけども。 今後もですねその音響照明映像のことについてたくさんお伝えできたらなと思ってますのでこの先もですね是非ご覧いただければなと思います。またコメント欄にご質問とかですねしていただけるとその今後の動画として取り上げていきたいなと思いますのでそちらの方もどんどんお寄せいただければなと思います。ということで今回もご視聴ありがとうございました。